皆さん、こんにちは。9月19日に世界中で配信された、ネットフリックスシリーズ、極悪女王、ダンプ松本さんの半生を描いた同作ですが、極悪同盟と構想を繰り広げた、クラッシュギャルズにも、スポットが当たっていましたよね。ユリアン・レトリーバーさん、剛力彩芽さん、唐田絵里香さんたちに、演技指導を行ったのは、長与千草さんが立ち上げた、マーベラスの選手たちで、その中には長与さんの愛弟子である、いろは匠選手も参加していました。長与さんたちが戦っていた、昭和プロレスに憧れ、プロレス界の門を叩いたいろは選手は、この作品を通じて、現代のプロレスや自身の今後について、多くのことを感じたそうです。今回はいろは選手のこれまでとともに、極悪女王を通じて感じた、女子プロレスについてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ダンプさんが全日本女子プロレスでどのようにヒールを極めたのかを描いた極悪女王、コンプライアンスを気にする現代ではかなり過激な描写もあり話題となりました。同作の制作に全面協力をしていたのが長与さん率いる女子プロレス団体マーベラスでした。ダンプさんを演じたユリアンさん、長与さんを演じた唐田さん、ライオネスさんを演じた剛力さんはプロレスに取り組むため道場に通い基礎をしっかり学んだのですが、それを支えていただいたのはドラマのスーパーバイザーを務めた長与さんではなくマーベラスの選手たち。長与さんの愛弟子であるいろは選手は剛力さんの指導に当たっていたそうで、 X に投稿した剛力さんの初めてのバックスピンキック動画は10秒足らずの動画でしたが大バズりしていました。ではここでいろは選手についてご紹介します。いろは選手は現在マーベラスに所属していますが、もともとはスターダムの選手でした。2012年11月16日、スターダム4期生候補として、プロテストを受けて合格し、4月29日の両国国技館大会で、里村芽衣子選手を相手にデビューします。同年5月には白井優選手、ダークエンジェル選手と組み、当時のタッグ王者、北条かえり、正月夏実、松本ひろよ組との6人タッグで、先輩のアシストもありましたが、ジャーマンでタッグ王者の海里選手を沈め、デビュー3戦目にして初勝利を記録。翌年には白井を、岩谷真由らと共にアーティスト王座も獲得していました。時代のスターとして将来を期待されていたいろは選手でしたが、2014年3月22日に長与さんが設立したマーベラスに2015年2月22日付で電撃移籍。長与さんに憧れたいろは選手はスターダムに育ててもらった恩があることを述べた上で、どうしても長与さんの下で学びたかったと会見で経緯を説明していました。会見に同席した長与さんは、ちゃんとした移籍の話ができたのは素晴らしいこと、まだ伸びしろはあると期待をかけていました。またいろは選手は当時プロレス界のことをよく知らなかった状態であったことが逆に円満移籍できた理由だとも話しており、長与さんに教えてもらえるチャンスがあるなら移籍したいとロッシー小川氏に半年間言い続け、最終的に小川氏が折れたとも明かしていました。長与選手に憧れプロレスラーになったいろは選手ですが、1993年生まれですから、クラッシュギャルズ、極悪同盟が女子プロブーム巻き起こしていた80年代をリアルタイムでは見ていません。ではどうやって師匠の活躍を目にしたのか。それは高校時代の頃、学校にあるパソコンでYouTube でプロレスの動画が出てきた際に興味本位でクリックすると、関連動画に長与さんとダンプさんの紙切りマッチが出てきたそうで、この伝説の一戦で心をつかまれたといいます。師匠の負けた試合ですが、この時すでにプロレスラーになりたいと思っていたそうです。そして長与さんの下でプロレスラーとして活動しているわけですが、唯一後悔していることがあるといいます。それが女子プロブームの時代に生まれてこなかったこと。長与さんにもこの話をし続けていたそうで、昭和のプロレスを見てプロレスラーを志したものの、現代ではその雰囲気は味わえないと思っていたところ、極悪女王の撮影協力の話が団体に来たことで、いろは選手はさらに長与さんの凄さを知ることになります。長与さんに憧れてレスラーになった選手はたくさんいますが、自身も含め長与千草にはなれないと話すいろは選手。長与さんは全てを計算し尽くしているんです。指先一つにしても、髪の使い方にしても、そしてやられても立ち上がる
あれだけ型を破ってきた選手なので、いろいろな人からダメだと言われてきたと思うんですけど、自分の信念を貫いてきたメンタルお化けだと思います。そのハングリーさはプロレスラーには絶対必要だと思いますし、今でも尊敬や憧れが消えることがないですね、と長代さんの偉大さを語っていました。そして9月12日には後楽園ホールで極悪女王の配信に先駆けたネットフリックス主催のイベントで、長代さんプロデュースのベビー VS ヒールの8人タッグマッチが行われ、この試合にいろは選手も出場し、自身で勝利を飾った試合後、自分たちの仕事はこれですと会場に駆けつけたファンに語りかけていました。長代イズムを継承するいろは選手曰く、何度殴られ蹴られ投げられても立ち上がるのはプロレスラーであり、大人になると本気になることはなかなかないと思うと話した上で、何かに全力に立ち向かう姿を伝えたかったと言います。そして長代さんやダンプさんの時代はもちろん、その前の時代から続く昔から紡いできたものをしっかり見せていかないといけないという使命感もあったそうです。制作での全面協力はもちろんのこと、いろは選手自身は他団体や海外での試合も組まれていることから、注目を浴びるマーベラス所属選手は他団体と比べると少ないです。いろは選手はやっぱりマーベラスを知ってもらいたいですよね。マーベラスの女子プロレスはこういうものですよと、男子の団体に出るときは男子の団体にどれだけ通用するんだろうかという意識は持っています。プロレスって思ったようにいかないから面白いですし、多分思ったようにうまく進んでしまったらみんなすぐ辞められるんですよね。でもそれができない、 100% 思ったようにいくように頑張っていく、お客さんにいい試合だったと言っていただいても自分の中で満足していないことはたくさんありますし、反省し続けてまた次に生かして、また反省があるから面白いんだと思います、と話していました。10月27日には名古屋国際競技場でシングル戦績3戦3敗と未だ勝てていない、来年4月に引退を控える里村選手との最後になるかもしれない一戦が控えています。極悪女王と通じてプロレスファン以外にも浸透している女子プロレス、このチャンスを生かし全女のプロレスを引き継いでいると胸を張って言える団体にしていきたい、と語るいろは選手。元スターダムであるからこそマーベラスの選手として追い抜きたいという気持ちは強く持っています。今後のどのようにスターダムをはじめとする大型団体に挑んでいくのか、これからのマーベラスいろは選手の活躍に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。